6月6日の星座別運勢ランキング。第1位牡牛座。穏やかなる安定、確かなる未来。安定感のある日々が続き、確かな未来への道が開けるとき。努力が報われ、豊かな実りを得ることができるでしょう。ラッキーアイテム、香りのするキャンドル。リラックス効果のある香りで、心を癒し運気を高める。第2位獅子座。輝く自己表現、魅力の光。自己表現が充実し、魅力が光り輝くとき、周囲からの注目を浴び、大きな成果を手にすることができるでしょう。ラッキーアイテム、スタイリッシュなペン。自分の魅力を書き記すための道具として、運気を高める。第3位天秤座。バランスと調和、幸せの秘訣。バランスの取れた日々が続き、幸せの秘訣が見つかるとき、調和を大切にし、人との関係が深まることで、運気が上昇するでしょう。ラッキーアイテム、美しい鏡。自分自身を映し、内面の美しさを引き出し運気を高める。第4位牡羊座。冒険心と勇気、新たなステージへ。冒険心と勇気が湧き、新たなステージに進むとき、挑戦を恐れずに行動し、成功を手にすることができるでしょう。ラッキーアイテム、アクティブウェア。スポーツやアウトドアで活躍することで、運気が高まる。第5位蟹座。温かな癒しと家族の絆。温かな癒しと家族の絆が深まるとき、家庭や周囲の人々との関係が良好で、幸福感を感じることができるでしょう。ラッキーアイテム、手作りの料理。食べることで心と体が癒され、運気が上昇する。第6位双子座。知識とコミュニケーション、広がる可能性。知識の習得とコミュニケーションが重要となるとき、新たな人との出会いや情報交換によって、広がる可能性があります。ラッキーアイテム、ノートパソコン。情報収集やコミュニケーションツールとして活用し、運気を高める。第7位サソリ座。深い洞察力と自己再生の力。深い洞察力と自己再生の力が芽生えるとき、自分を見つめ直し、新たなスタートを切ることで、運気が好転するでしょう。ラッキーアイテム、心を癒す音楽 CD。 心地よい音楽に包まれることで、癒しと運気が高まる。第8位ヤギ座。忍耐と努力、堅実なる成果。忍耐と努力が重要となり、堅実な成果を得るとき、地道な努力が報われ、目標に向かって進むことができるでしょう。ラッキーアイテム、手帳。計画を立て、目標を確認することで、運気を高める。第9位水瓶座。想像力と独自性、新たなる発展。想像力と独自性が発揮され、新たな発展が見込まれるとき、自分の個性を生かし、新たな才能を開花させることで、運気が上昇するでしょう。ラッキーアイテム、絵筆と画材。創造性を引き出し、表現力を高めることで、運気がアップします。第10位乙女座。細やかな努力と洗練された美。細やかな努力と洗練された美が光るとき、自己啓発や美容に努めることで、自信と運気が高まるでしょう。ラッキーアイテム、美容グッズ。自分自身を磨くことで、内面と外見の美しさが増し、運気が向上する。第11くらい手座。限りなき探求心と知識の進化。限りなき探求心と知識の進化が進むとき、新たな学びや知識の習得によって、自己成長と運気の向上が期待できるでしょう。ラッキーアイテム、書籍。さまざまな知識や知恵を得ることで、運気が高まる。第12位魚座。感受性と直感、新たなる幸運。感受性と直感が研ぎ澄まされ、新たな幸運が訪れるとき、自分の内なる声に耳を傾け、直感を信じることで、運気が好転するでしょう。ラッキーアイテム、癒し系のアロマオイル。心身をリラックスさせる効果があり、運気を高める。